どうも、たっちゃんです。今回はですね、モバイルモニターっていうのを購入してみました。で、ちょうどね、Amazon のなんだっけサイバーマンデーなんとかフライデーか何かで安くなっていたんですよね。19,680円のが 15,000円ぐらいになっていて、まあ、あの 4K のね、モニターじゃなくて 1080p の FHD っていうのかなのを購入してみました。で、モニターって自分の環境としては、あの Windows をね、まあ、今も持ってて、まあ、ほとんど使ってないんですけど、その時にね、あの卓上のディスプレイも一緒についててあったんですけど、あれってどうしてもね、コンセントが近くにないと表示できないので、それがねすごく邪魔だったので、で今回のやつはそのモバイルモニターっていうことで持ち運びができて、かつね、USB-C で給電できるのかな。だからモバイルバッテリーを持っていくだけでどこでも使えるっていうやつをちょっと購入してみました。なのでね、早速ちょっと開封していきたいと思います。はい、今回届いたのがこんな感じですね。結構でかい、自分の場合はね 15.6 インチの、なんて読むのかな、これ LEPOW リーパウっていうのかな、のメーカーなんですかねっていうのをちょっと買ってみました。なのでちょっと早速開封していきたいと思います。じゃあ早速中身を、中身はこんな感じですね。何が入ってるんだ。ああ、ちゃんとクッション材が入ってくれてますね。あ、それと保護シールまでついてくれてますね。これ結構いいよね。はい、となんだこれ。はい、こちら無料ギフト当たりましたっていうことでね、ギフトカードが入ってました。こんなことやってくれんだ、これすごいね。ということで、なんか当たったので、ちょっとこれ、間に合うのかな、ちょっと届いてしばらくちょっと時間経っちゃったんですよね。なのでちょっとこれありがとうございます。それと本体ですね。本体がおお、はい、こんな感じです。カバーがついてくれてますね。あとは、こういったケーブルがついてくれてます。これがタイプ C のケーブル。それと、HDMI mini と HDMI の端子のやつですね。はい。これがついてます。あとは、USB とタイプ C のやつが一つと、あとは、アダプターですね。はい、USB のアダプターも入ってますね。はい、こんな感じかな。はい、ということでちょっとね、見づらかったのでカメラの位置変えました。でね、中身ちょっと開けてみたんですけど、結構 15.6 インチだったかな、だったので、まあね、若干大きくは感じるんですけど、以前使ってたパソコン用のね、ディスプレイに比べるともう全然いいですね。まずもう、モバイルバッテリーで使えるっていうところがすごくいいなっていうふうに思います。で、これって iPad みたいに画面をね、保護してくれる役割もあって、で、これ、こんな感じですね。こういう形でね、調整できるんですね。はい、こんな感じ。これ結構いいね。まあ横はこんな感じですね。ロールキーがこうついてて、これを押すとディスプレイのメニューに行けるみたいですね。で、上がタイプ C で、下がこれはパワーボタンってなってるんで、モバイルバッテリー挿して、
給電したらこっちでオンオフができるみたいですね。で反対側タイプ C、 反対側にはねタイプ C ポートと 3.5 ミリのイヤホンジャックと、これ何になるんだ、HDMI ミニかなの端子があります。はい、ということでちょっと一通りね、保護シール貼ってみたんだけど、ちょっとテカリがすごくなりすぎちゃったので、自分の場合もう剥がしちゃいました。でこのまんまでちょっと使っていこうかなっていうふうに思います。はい、じゃあ、早速ね電源入れていこうかな。じゃあちょっとこれ使ってね、やっていきます。んでこいつをいっちゃいましょう。ああすごい、もうこれで、まあ、今何もつなげてないのであれなんですけど、じゃあちょっとこれにファイヤースティックを挿してみようか。で、これの場合がね HDMI は使えないので、 HDMI ミニか、ミニこういったやつね、この形状で、ファイヤー、 Amazon ファイヤースティックHDMI なので、間にこいつをかませて、でこのモバイルバッテリーでこのスティックの方に給電してちょっとやってみましょう。わーすごい、はいこんな感じです。わーすごいね、これいいわ、いいねこれ。そう、最近見た、自分がね見てたやつ結構面白いのがありますよね。船を編むっていうアニメ結構面白かったです。なんか辞書のね、アニメ、辞書を作るアニメっていうやつで面白かったね。あとね、そうそう、僕だけがいない街、これも結構これ名作ですよね。すごいこれも良かった。あとで通知、はい、でボーダーも面白かったね。これはね、これリアルタイムで見てなかったんですけど結構面白かったですね。あとやっぱりね孤独のグルメ、これ絶対見ちゃうよね。これもなかなか、面白かったですね。あと仮面ライダーとかね、Amazon プライムに入ってるとねこういう形で、無料でね、見ることができるので、結構自分としては時間があるときはね、見るようにしてます。いやそれにしてもすごいね、こんな風になんだね。いやこれ、このモバイルバッテリー、あモバイルバッテリーじゃない、モバイルディスプレイ、これいいね。はい、でね、これのね買ってよかったところっていうのが、まあまずこんだけスリムだよね。スリムなので、邪魔にならないし、壁にこうかけといてもいい。以前のね、パソコンに付属しているようなディスプレイだと、どうしてもねまずコンセント探さなきゃいけないし、場所ちょっとやっぱり大きいので、スタンドがついてるんでね、スタンドがついてるんで、まあ、どこに置いておくっていうかね、場所を取ってしまうので、そこがマイナスだったなっていうことで、以前持ってた、ディスプレイとかっていうのはもう売っちゃったんですよね。で新たにこういった、コンパクトでスリム、使わないときはもう本当に本棚じゃないけど、そういうところにパシュッと置いとけば邪魔にならないしね、必要なときに使えて、かつ持ち出しもできる、あとモバイルバッテリーでも駆動するっていうね。で実際これだ、あとねこれにもね本体にもスピーカーがついてくれてるので、まあみんなと集まった時に、まあ、プレゼントとかね仕事で使う時にも重宝するのかなっていうふうに思いますね。あとこんなふうにねカバーがついてくれているっていうのもすごく嬉しいところですね。それそんな感じかな。はい、ということでね、まあ、今後まあ、これを使って、まあ、ゲーム実況とかね、そういったのもやっていきたいなっていうふうに、思っています。はい、あとね
そう、なんかね、YouTube で自分がこういった動画をやってるっていうのを地元の友達とかに話してたら、すごくいいのがあるよということでね、友達からねいただいたものがあるんですけど、はい、これですね、なんていうの、メーカーがエーテムミニっていうんですか、ブラックマジックデザインで、なんかエーテムミニとかっていうものがあるみたいで、これを使うとなんかそのライブ配信とかそういったのに関しては結構使い勝手がいいよっていうことで、なんか送っていただいたんですけど、まあね、これもちょっと含めて今後動画配信とかね、あと自分のねチャンネルは基本的に、購入レビューとかっていうのをやっている、メインでやっているので、もしね、良いと思いましたらグッドボタンと、あとチャンネル登録の方お願いします。あとね、なんかこういったのレビューしてほしいとかっていうのがあったらコメント欄の方にね、くれると嬉しいですね。まあそのレビューするやつの金額にもよるんですけど、自分の、購入できる範囲の中でちょっと購入してみて、新たにねレビュー動画を撮っていきたいなっていうふうに思います。それではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。